こんにちは。こんにちは。こんにちは。すごいですね。どうでしたかこの前、あの東京のライブ来てもらって。最高でしたね。最高でしたか。いやなんかね、お客さんもすごい、なんか逆になんか喜んでくれてて、話しかけてくれるお客さんとかいただきましたね。いらっしゃいました。もっと話したかったみたいですよ。本当ですか。ね、やっぱ触れ合ってみないと失礼なこと言っちゃうんじゃないかとか、そういうことを声かけていいのかとか、はい、心配してて、僕はその辺は全然気にしないですけどね。ああそうですか、初めてなんですよ、ロボットの前でネタをやるっていうのが、もうそれがね楽しかったみたいですよ。はい、まあ、時々あの失礼な発言があったかと思いますが。いえいえそんなことはないですよ。はい、なんかうちの副総裁がですね、ちゃんと ALS って言えなくて、SL ですかとかなんか、まあお約束のギャグなのかもしれないですけど、まあ映画的に言うとあの最強の2人っていう、あの ありますね、はい、あんな感覚の男なので、はその ALS っていうこと自体が、多分わからない方も多数いらっしゃるかと思うので、はい、これはどういった難病なんですか。 ALS はですね、はい、あの神経の病気でして、はい、だんだん体が動かなくなってしまうんですよ。はい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 。まあ平均して2年から5年で呼吸もできなくなってしまって、はい、人工呼吸器が必要になるという難病です。はい、はい、でやっぱり気管切開ってことになったんですか。そうです。そのね、やっぱり気管切開した時にもう喋れなくなるとか。そうですね、はい、何がきっかけで何て言うんですか、喋れるのが分かったっていうか。たまたまですね、えトイレで用を足してる時ってですね、はい、この、はい、カニューレというんですけど、はい、カニューレの向きがぐっと変わっちゃった、はいはい、ったんですね。はいはいはい。その時におそらく空気が漏れて、あの声帯の方に空気が流れて、あーっていう声がたまたま出たんですよ。はあ。で、びっくりしまして、でこれは何か方法を考えたら、はい、ちゃんと喋れるようになるんじゃないかと思いまして、で主治医に相談をして、はい、でなんとかその空気を抜くことで、はい、声が出るということが分かって、はあ、喋れるように復活したのは、はい、まあ、そういうお医者さんの指導であり、なんか努力の賜物っていうことですね。そうですね。はあ、他に患者の方で喋れる方っていらっしゃるんですか。まああの自己呼吸器をつけてる方の 1% 未満だっていう話は主治医から聞きました。そうですよね。でここまではっきり声が出るのも、はい、もっと少ないっていう話も聞きましたね。だと思います。はい、楽しかったことってあるんですか。ありますか。ALSになってからですか。なってからですね。やっぱりなってからですか。はい、あの、はい、たくさんの看護師さんとお友達になれたのです、はい、素晴らしい。大切なことです。そうですね。すっごい大切だと思います。それはね、本当そうなんですよ。でもあの、笑い好きですよ。自分はそれだけ聞いとかったいや、俺心配だ。無理やり連れてきたんじゃないかと思って いや心配したよ。よかった。いやだって池ちゃんが喋るために受けちゃっててね、実は松尾後前発信した時みんなもう爆笑してたからね。ですか。常連さんたちがいたらびっくりしたもんね。本当ですか。うん、あれを選ぶのはね相当マニアックじゃなきゃ選べないのよ。そうで、しかもね下手っていうか左側でやったから俺見えてねえんじゃないかと思って、ちょっともう首がね動いとったんですよ。ああいやいやいや、もう松尾もめちゃくちゃ喜んじゃって意気揚々と長野まで帰ってたね、あいつは。あのうちのライブって本当にあのクリームシチューとかね、あとあの青木さやかであったりとかキャインとかみんなもうああやって頑張って切磋琢磨して、まああの安全漫才とかみやぞんとかメイクル超合金とかみんな頑張って
はい、実はあのよく出てるあの外人のパックン・マックンもあのすっとこ出身者ですから、はい、そうですよ、そうなんですよ実を言うと、はい、だからうちはもうあの誰でも関係なくどんどんチャレンジするっていう姿勢なんで、だけど俺多分本当になんかねちょっと漫談の、ね、ネタとか作ってくれたら多分もうすぐオファーが来ちゃうと思うけどね。すごいね、はい、はい、じゃあ早速ですけどね、はい、池ちゃんです。 ALS のね、はい、池ちゃんのコーナーをね、池ちゃんコーナー入れましょうか。はい、じゃあ続いては池ちゃんのコーナーです。どうぞ。はい、どうもステイホームゲームの池ちゃんです。私は ALS という病気で人工呼吸器をつけてますが、他人が絡んだだけで死んじゃうの、死んだんです。で、力が急にネタが終わってしまうかもしれませんので、よろしくお願いします。最近日本の超高齢化について話題になることが多いですよね。私の病気は老化をスライングゲットみたいなもんですから、いろんなことを考えるわけなんですよ。その中でも皆さんにも考えてもらいたいのが、自分が介護されるやめになったらということです。そんなのはまだまだ先だと思ってますよね。私もそう思ってました。いつまでも元気なままでいられると思ったら大間違いですよね。私が言うと説得力すごいでしょう。特に考えてもらいたいのが下の毛問題です。海外では処理する文化がだんだんと広がってるみたいですけど、日本ではまだまだのようですね。私が毎日せっせと調べたところによりますと、とある DVD の世界では下の毛毛がない人が10年前に比べた45.45% 増えているという結果が出ました。本当に喜ばしいことです。で、私の趣味は聞いてない、失礼しました。私も処理してみようと思って除毛クリームを買ってみたんです。そしたら頭の毛根が死にそうな状態なのに、下の毛はアリガネみたいな毛根で全く何か立ちませんでした。それなのに肌は弱いので
お股の周辺が赤くボロボロになっちゃいましたね。看護師さんがどれだけ以上で怒られましたね。皆さんも下の毛の問題考えてみてくださいね。あとと何か頼んだのでこの辺で失礼します。はい、ありがとうございました。イケちゃんでございました。イエーイ。イケちゃん、下ネタがすごいですね。いいですよ、下の処理、下の処理までやってるんですね。いやもうね、忙しいね。いや、お客さん笑っていいのかどうかってやってますよね。笑っていいんですよね、今ね、イケちゃんね。いいんですよね。はい。おい、ほら、ありました。そうですね、ちゃんと最初に説明すればよかったかもしれないですね。ちょっとね、はい、よくわからないで始まっちゃう。いやーね、はい、じゃあすいませんけども、はい、イケちゃんありがとうございました。はい、イケちゃんありがとうございました。